本研修会の主幹長を代表し土浦 YG 会長宇田川博秀よりご挨拶を申し上げます、はい、ただいまご紹介をいただきました今年度土浦 YG 会長を務めております 宇田川博秀と申します。よろしくお願いいたします。<手>主幹事長を代表いたしまして、一言お礼のご挨拶をさせていただきたいと思います。皆様、この茨城土浦会議、いかがでしたでしょうか。土浦 YEG が7年をかけて準備してきた会議です。皆様にご満足いただけたとしたら、それが何より幸いなことと思います。 私は平成28年に Y 人に入会をして、今年でまだ6年しかたっておりません。そんな若者の私がこの大事な年度の単会会長をお任せいただいたとき、本当に私は大丈夫かなと、不安になることもありました。ただ、平成30年度に南大会会長と出向させていただき、 また令和元年度は大竹実行委員長富田副実行委員長と出向させていただきましたまた今はご卒業されて OB となられましたけれども先輩方とも平成30年度に一緒に出向させていただきました入会してすぐの総会の時に OB の先輩方から「日本 YG に一緒に出向しないか」と声をかけられてまだ日本 YG が何かも分かっていない そんな経験も知識も何もない中で、分かりました、行かせていただきますと、返事したときから、おそらくこの会長研修会のに向かう道のりが始まっていたんだと思います。そういうご縁から、この大切な年度の土屋 YG 会長職をお預かりすることになったのかなと、今、改めて感じております。 先ほど南大会会長のご挨拶を席から拝見して背中,はひ背中で人は語るという言葉がありますけれども多分大会会長のご挨拶の背中を見てみれたのは私だけだと思います本当に偉大な背中でしたおそらく大会会長の南さんそして実行委員長の大竹さんがいなかったら この大会は成立し得なかったと思いますこのお二方の強力なリーダーシップのもと土浦 YG が一丸となってこの大会の設営に邁進できたことと思っております会長研修会始まってみると本当にあっという間で17日の成功祈願祭本当に晴れ晴れしい天気の中予約始まったと。 ものすごい高揚感で迎えましたでももう今ここで閉会式を迎えております7年かけたものがたった4日間で終わってしまうと少し悲しい気もいたしますがこの4日間のために7年間どれだけの時間とどれだけの労力といったあれですけれどもをかけて準備してき それを準備できたというのが、土浦 YG の大きな自信になると思います。会長研修会終わってしまいますが、ここで得た経験と大きな財産を次につなげていき、また一から土浦 YG として大きく飛躍して活動してまいりたいと思います。また 茨城県連の皆様、同期会長の皆さんもそ,そこにいらっしゃいますけれども、本当に県連の皆様のお力がこんなに大きいのか、私も県連出向の経験が浅い中で、今年本当に痛感いたしました、本当に茨城県連の皆様、たくさんのお力を貸していただいてありがとうございました。土浦 YG ののメンバーだだけけではこれだけの会議 成功できなかったと思います改めて茨城県連の結束の硬さそして土浦外人のメンバーの結束の硬さを確認できたそれだけでもこの会長研修会をやった意義があると今感じております結びになりますが本日ご出席いただきました皆様また全国各地で ご登録をいただきました皆様に、熱く御礼を申し上げるとともに、次年度、北大阪会議様の大成功をご記念申し上げまして、土浦会議会長としての挨拶とさせていただきます。皆様、この2日間本当にありがとうございました。